はこう結構それで細かくしてる。ここはあんまり気にしてないけど、ここ気にしちゃうと怒れない。ここはあんまり気にしてない。気にしないで。ここね。ここ。でずっと入ってる。ここはあんまり。こっち向いて。
最初に来た時にこの手にガレル、この手にガレルこう入ってる、だから手はこうなってる、こうなってる、この手がある、周りの手はこういうのこう、この線を線を押さして、この線、そして肘
肘が曲がらないように、こう筋肉したときにまずいから曲がらないように上から押さえて、で、こう踏む。まあ、そう。だから伸びちゃった。これ伸ばすんだよ。曲がってやったまま動きはできない。これ伸ばすしようか。こう伸ばして、これ曲がっちゃったら動きはならない。こう伸ばして、肘を伸ばして、ぐーって。でこっち巻きちゃうだからこないでじゃあ進めてそしてここも下下がってきたらこうなってるからここも何もやったら膝で膝でいっぱいこないでこないでねで耳がないこう叩くと上から押さえるこれで下まで下まで出したんだ出したんだ上から押さえてよく出してる人だって言っていないですけど、よく知ってこいそういう話で、そういうストーリーが分かってるだからたくさん稽古してないと分かんないからはっきり言ってそういうふうに言った時にこのこういうふうに入ってきてなくてこう出されちゃうこう出されてこの線に出されちゃうそして曲がってるね、はい、曲がってるのを肘をこう伸ばされてくる向こうにですどうなんだろうこの線がこういうふうに出されてくるそういうふうにやったらいいそれができるようになるといろんなことがこういうふうに何しろこうバーンでこうこっちにこっちが入ってきてこうこうとねこれこうじゃないですよできたらこうそうすると曲がりやすいからそして持ち替えて今こうなってますねだから出してきて肘を出してきて出してきてでどっち向きますか向こう向いてるかこっちこう来たら、こう、したら、こう、先発して、そしたら、この先、いい動きだ、力抜いて、もう来たら、こう、感じる、すごく難しいよ、わっ、はい、頭を動くとか、お前、何やねん、頭を動く、やるよって言ってる、行かないよ。これ行かないよだからここをこっちだこの線を伸ばすこの線をこういうふうにこの線を伸ばさない限り行かないこうでしょこう来て何回やってボーンって来たよねであんてんてってこれに転んでやねんしてこの線が伸びてこないと僕は行かないのかうわないで、この刃物だからやっちゃうよ、こうなっちゃうよわーって持ち帰ってもいいんだからやられちゃうんだからこの背を伸ばすってことこの背、ところが肘が上がっちゃうと僕は自由だから肘が上に来ちゃうと持ち帰られるだから肘が上がらないようにそうそう、それでここの背を伸ばすそうそう、そこがあれしてこうなっちゃうそれ、一緒にそういう、そういうパンチあの、じゃあ、セラシーが何しろこう、コンテクトしてまあいいや、じゃあちょっと倒してみようで、受けの人はちょっと疲れしてるんですよねこうやってやってみようで、それをちょっとひっくり返すひっくり返さないと、合気道の前にひっくり返して終わりだからもうお腹をこっち向けてる状態でだとやばいからね必ず後ろ向きに崩してるのが合気道それで、まあ終わりじゃあそれをちょっとやってたらすぐこう入ってこないと止まって入ろうとして状態にしてるのはあんまり良くないですだから、
まあそれ結構だね。実際にはこんな、実際にはこんな、こんななってこんななってこんな。やらないですよね。実際にはこう入ってきた時点で終わりなの。では最後まで取って相手の最後まで本当刃物持った人は取らないといけない。こういう技は。普通は。もう刃物関係ないからこれ。刃物関係なくて重心の方が大事。刃物は後回し。刃物をフォーカスしてこうやってやるのがいい。刃物持たれてこうするけど、これはあんまり関係ない。何しろ仙台で買うことだけ。仙台で買って、あとはもう本だけ。本だけ。刃物は取らなくてもいいのか。刃物は大丈夫ですか。全然関係ないよ。そんなに扱ってやることをつけちゃった。稽古としてもう最高だよ。最後刃物を取る刃物をいいことしてお互いに見せて実際はどういうで、いろんな技が分かるんですけど、それのことがよく分かってないと、ないと、あの、同じで感じて、私、平気ですので、ね、分かりません。ちょっとそれ、言ってるから。これ、稽古の方法だからね。普通はそれ終わりなんだけど、刃物を追っかけてもできるっていう、そういう話です。じゃあ、いろいろやりましょう。あの、要は、この刃物、本当は追っかけてる。だから、本当は刃物は最後まで追っかけて、合気道は追っかけてる。本当は意識としては追っかけてる。これで終わりなんだ。で、刃物だけ気がついてる。で、こう回ってきて、ボーンってやられちゃうだなって、だから押されてるんだけど、やって、本当にやっつけてるのはこっちだと思う。そういう話です。だから、合気道は、まあ、形としては、でもこんなことやってる人いない。関係ないの？全然関係ない。気がついてない。こういう話だろ。じゃあ塩投げとかね。塩投げ。ポンと。刃物関係なくて塩投げ。このここだけ気がついてる。なるべく重心、相手の刃物を利用して相手の重心狙ってる。こう入った時に。鼓動に入ってもいいのか。何やれるの？こういうこと。じゃあ、そういうのやれるの？これあるの？違う。気がついてるけど、別に取っとってない。こう入ってきて、こう入ってきて、こう落ちてきて、なんていうか。で、いろんな形、今までなしでやってて、刃物があると。重心の大事さとか、相手をどこを自分がフォーカスして攻めていかなきゃいけないかって、刃物があると、すごくわかりやすい。刃物を使って、担当を振って、こうやってると、すごく、こう、みんなこう来ちゃうから、これな、ないんだよっていう、そういうね、そういう、刃物が気がついてる。で、刃物当たらないように、こう、やってる。今日は、重心はこっち、僕の意識はこっち、刃物じゃない。で、そういう、やり方。いや、で、ちょっとこれだけちょっと気になるかもしれないですが、例えばこういうものを持って、いつもこういうところを飾ったりとか、こういうつもりでね、こうやって、そしたらこうやって、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 こうや後から出てくるからね。こうやってポカってなんかポカってなんかやったらさばいたとか、さばいてきて
その後こうバッと持ってきて、でこの時にここにいちゃいけないわけ。完全に四角に僕の四角に入ってればできないぞ、こうやって。っていう話ね。だからこれ使ってやることはすごくそういうの気づく。ショーの段階としてはすごくいい。で、上手くなってきたら、いつも僕はこういう人に持ってるのは、ここら辺隠してるのかな。なんかわかんないけど、そばに作ってないから。だいぶ持ってるよ。だいぶ持ってる人なんか、ヨーロッパの方に南アフリカとか南アフリカとか、いや、大半の人が持ってるのかな。隠してる。やばいんだから。だからこれなしでこうやってやったら、スッと取れちゃう。刺されないようになって、そのことを気づくためにこういうのいつもやるときに四角とか僕は言ってるけど、技に走っちゃうとそれが忘れちゃうから、片手空いてたら僕が空いてたら何かやるね。必ず四角に入って僕は何を足を振ってグルッと持ってもらって、これ持って、これこの線とか線の線とかパッチしないでるからね、これね、やめることないからさ、いろいろこうね、まっすぐにこれ持ってくれるからね、それ、こうするやん。こういうふうに付き合っちゃったら、これなんちゃろ、お金は近づいてるわ、よし、近づいて僕は、まともに付き合ってないの、まともにはい。入る前に